はい、どうも、はい、チャンネルはいです。今回なんですけども、僕のペガサス Z 使っていきたいと思います。なんといっても今回ね、この大型アップデートを受けて、この聖獣王ペガサスがね、高コストになったということで、めちゃくちゃ強くなりましたね。めちゃくちゃ強化されました。そしてね、なんといってももう一枚、この無双竜騎ボルバルザークがね、まあ、今回のアップデートでデュエプレの世界でも一枚殿堂、まあ、殿堂入りしたということで、まあ、これね、ボルバルザークをフィニッシャーに置いていたデッキがね、著しくね、弱体化しましたね。このボルコンだったり、まあ、天文ボルバルというデッキが、まあ、まだ環境にはいえど、まあ、前回の環境ではね、まあ、ある程度見なくなったということで、このね、天文ペガサスが結構立ち位置良くなりましたね。まあ、このペガサスを使って、まあ、エリクシア、まあ、ザーディア、バルホルスを展開して、まあ、5コストになったということで、まあ、このね、ブロンズアームドライブ、ボルポニカで結構最速着地からの上振れムーブがもう止まらなくなってしまったということで、でまあ、今回これアーク出らせるのは3枚入れてるんですけど、まあ、今ね、環境変わって、そんな日にが経ってないんで、結構ランクマッチね、結構いろんなデッキが多くて、まあ、ハンデスがね、弱体化されたんですけど、結構ナーガもね、立ち位置良くなったんですよ。これ結構天文ボルバルがね、結構いなくなって。なんで、このゴーストタッチとか、ナーガのハンデスから出てくるアーク出らせるのが結構強くて、そのままね、ペガサスの進化元にもなるので、3枚採用していってます。で、今回このね、デッキ、トリガーとか呪文もね、限りなく少なく構築してます。まあ、ペガサスのバリューを結構上げたいので、シードトリガー枠は預言者コロン。結構このコロンもね、めちゃくちゃ刺さる場面で刺さるんで、コロ4積みでもいいんじゃないかなって思ってる自分がいるんですけど、まぁ、今回は3積みの構築でやっていきたいと思います。このペガスめちゃくちゃ強化されたんで、まぁ、生成コストめちゃくちゃ高いですけど、まぁ、今ね、ボルバルザーク砕きまくればなんとかなる世界線なんでね、ぜひ使ってみてくださいということで、早速ね、試合の方行きますので、チャンネル登録、グッドボタンよろしければお願いします。ということで、早速試合の方行くぞ。はい、ということで、対戦よろしくお願いします。お相手、国城京志郎ということでね、よろしくお願いします。で、まあ、ここ、ボルバルザークを、まあ、マナに置いて、まあ、ここね、ブロンズアームドライブとかうまく使って、まあ、ペガサス最速着地していけたらなと思います。お相手、ウェーブストライカー。やはりね、ウェーブストライカーはね、この天文ボルバルがね、弱体化したことによって、めちゃくちゃ環境トップ、ティア1なんじゃないかなと。で、まあ、今後の環境はね、いかに、ウェーブストライカーにうまく立ち合っていくか、立ち向かっていくかがね、もう今後のね、ランクマッチの課題となっていくんじゃないか、これ本当に。で、まあ、ここクレスドーベル出して、まあ、いつでもトップペガサス進化できるようにしておきましょう。なぜここザーディア、バルホルス残したかというと、もうね、対ウェーブストライカー、縦から天文引いてもらって、大型ブロッカーを出して止める。この動きめっちゃ大事になってきて、ここで引くんです。もうヘブンズゲートからの予言者、これめちゃくちゃ強い。そしてバルフォルス、ザーディア、バックターンということで。これもうウェーブストライカーほぼ積みですね、こうなったら。こうなったらほぼ勝ちです。で、転んでタップしたことによって、ここでウェーブストライカー2体、しょれるんで相手もウェーブストライカーここほぼほぼ発動しませんね、次のターン。で、ここでもう自分はあとゆっくりやってくここあとゆっくりあしてこのトップ強すぎるここでもうリソースさらスラウメてしまうとめっちゃ噛んだわでここペガサス引いたんで次ペガサス着地でもう盤石ですねほぼ勝ちかな相手が、まあ、ホーリースパークとか引かない限り結構ねウェーブサイクホーリースパーク引く確率めちゃくちゃ高めてるんでねなぜか相手のウェーブストライカーだとね、ホーリースパーク効くんよね。で、ペガサスバックターン。進化ボルテックスということで、で、まあ、ここ殴るときに出てくるのがザーディア。まあ、盤石ですね、これはもう。ほぼ負けないでしょうと。盾も4枚まで回復して、まあ、トリガー引くけど、なんでしょう、ラミエルと。はい、ということでトリガーなしということでね、対戦、ありがとうございました。はい、てことで対戦よろしくお願いします。いや、ハンドめちゃくちゃいいっすね、これ。まあ、アークデラ、まあ、相手多分、もうこのマナの色的にハンデスではないんで、アーク出らせるな、ここ置いていきましょう。で、バルホルスを置いて、まあ、ブロンズアームドライブ、したいっすね、この、あ、相手ミラーかな、これ多分。ペガサスミラーなのかで、ウォルポニカ、これ、ウォルポニカパーティーだね。
まあここ、あ、相手ミラーですね、これ。で、アークベラさん置いて、ここもウォルポニカビーティング刻んでいきましょう。許さぬ。で、置いて、まあ5コスト。まあペガサスも引いてるんで、で、相手して結構事故ってるね。で、ここ、ウォルポニカ行きましょう。相手多分もうミラーで5コスト出せないってことは結構、そうだね。やっぱ大型のブロッカーが結構ハンドに抱えてるんで、ここホーリーメール。まあ、大抵のね、ホーリーメール、点も埋めるんですよね。ペガサスのホーリーメール入ってる。大抵トリガー、まあ、ホーリースパークか、まあ、大体、点も。いや、んで、ここね、ペガサスガチャめちゃくちゃ微妙なの引きましたが、で、まあ、ザーで落として。で、まあ、もう、ホーリーメールのもう、ぶち破っていきましょう。で、まあ、ヘブンズゲート。まあまあまあ、あまりバリューの高くない。ヘブンズゲートだったんで、まあ、よしとしましょう。だから、ウォルポニカ、しょられていくと。いやーね、ミステリートーテル強い。相手ここでリソースバチコで回復してきましたね。3ドローか、4枚ドローか、強っ。で、自分ここで、ペガサス2枚目。で、ここ、二角の超人。で、ここで、バルホルス。で、二角もう1枚回収して、まあ、ペガサスガチャ再度していこうと、ザーディア強い。ここのザーディアめちゃくちゃ強かったね。で、ここで、まあ、小粒ブロッカー処理して、シード全部叩き割っていくと。で、アクアサーファー。ここのサーファーなんとお相手し、ペガサスを戻して、出てくるのは予言者ケルン。はい。これで、ブロンザムドライブで勝ちですね、対戦。ありがとうございました。はい、ということで、またまた対戦の方よろしくお願いします。まあ、ハンドはまずまずいいですね。ペガサス引けて、まあ、ブロンズアームドライブも引けていると。まあ、ウォルポニカあたり引けると、まあ、強かったウォルポニカで、ブロンズアームドライブ、ウォルポニカでペガサス進化。見えてるんで、まあ、めちゃくちゃいいハンドかなと。思います。で、エリクシア引いて、まあ、天網として、まあ、ブロンズアームドライブでマナ加速していきましょう。相手、ドルマーカーでもアクアハルカ入ってるから、マーシャルクイーンとかなのかな。おっとジャイアントも入ってる。じゃあ、ウォルポニカで。まあ、加速して、次、ペガサス着地。さあ、何が出てくるか、ペガサスで。あー、ドロマーか、やっぱり。これ強いよな、やはり。このカード。で、まあ、ここ、ブロンズのドライブ置いて、進化、ボルテックス、ペガサス。で、ここ、ミストリエスでドローされるが、ここ、バルホルス、爆弾ということで。いや、強いんじゃないね、これもう。で、対戦はどうしよう。はい、ということで、僕のペガサス Z いかがだったでしょうか。やはり5コストになったペガサスのね、使いやすさはやっぱり段違いでしたね。もう段違いということで、やっぱペガサスから上振れムーブ。さっきのね、お相手氏のように、やっぱバルホルス出てきて絶望即リタなんていう試合もね、結構多かったので、やはりこのデッキ今後、ボルバルがね、直された今、環境を引っ張っていくのはこのボークのペガサス Z のね天文ペガサスなんじゃないかなと思います。ウェーブストライカーもね相当やってますけど、そのねウェーブストライカーに唯一強く立ち回れるデッキだと思うので、まあ、生成コストは高いですけどね、まあ、楽しいんでね、このデッキ楽しいですし強いんで、まあ、ぜひ作っていただければなと思います。まあ、皆さんのね少しでも参考になれば幸いですということでね、よろしければチャンネル登録グッドボタンなんかも押してってくださいということで、ぜひまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。